どうも、お座敷レーサーチャンネルのキットです。さて、今回も引き続きドライブクラブやっていきたいと思います。今回こちらですね、プロフェッショナルトロフィー、いよいよ来ましたよ、プロフェッショナルトロフィー。で、これが終わったら次どうなんだ。いや、146個か。あー、でもいけそうだね。146個はやばいね。あ、やばい、いよいよツアーもね、終盤に入ってきたってところですかね。3ラウンドチャンピオンシップ。さあ、どれ使っていこうかな。このね、この加速がね、非常にこう、皆さん気になるところなんじゃないかなと思うんで、あらかた使ってたから、これ使っていってみようか、じゃあ。なんていうのかな、ありえる。ありえる？はい、これやっていきます。まあね、これめちゃくちゃ早いんだ、これ。どうやって乗るんだろう。あ、普通に上からね。普通に上から乗っていくんだね。なるほど。一発目は3位内にゴールの2400のコーナリングフェイスオフに勝利すると。で、3位内にゴールイン。ラップタイム1分42秒。第2戦、第3戦が3位内にゴールイン。そして、ラップタイムが1分何秒 ?2 秒でゴールインかな。暗いなぁ。さあ、行こう。あ、ええぞ、これは。負ける気がしねえな、おい。さらばだ。さらばだ。ちょっと、前見えない。低すぎて前が見えない。車のかぶると。あれ？なんかちょっと遅い。うん。うわあ、くっす。なんとこの車をパワースライドするぞ。普通にアクセル音でパワースライドするのや。あれ、使ったのかな、これ。早え。早えはコーナーは、っていうかコースわかんないわね。うわあ、縦に使おう。あ、痛い。ああ何何今の。ああ、ちょ、待って。何何。そのなり、そのなり。ちょっとどっちコーナー。コースわかんない、コースわかんない。マジで。乗りにくあれ、腰のこれめちゃくちゃ速いんだけど、これは速すぎて俺のテクニックってか、俺の腕が追いつかないっていう、そんなやつだな。あ、でも前まだ団子だぞ。3秒か。いけるぞ、俺だったら。見てか、てか速いな。4周あるのが好きだったな、なんとか。ラインが分かんなかったから、インに入りすぎてたんだな。すんごいケツが出る、この車。こっから追いつかないんだな。さあ、俺の加速を見るがいい。ちょっと待って、全然見えない、本当に。うわー、乗りにくい。うわー、あれ、すごい滑るんだけど、この車。すごい滑る。常にドリフトしてる。え、やばい。これやばい。これやばいぞ。またご利用して1位か。
そんな美しくない勝ち方をするか。俺は加速でここの直前しか勝負するところがない。結局取れなかったっけ。おっほー、なるほど、そういうことか。ブレーキ残してあげるのダメなんだな。ああ無理ですやばい、星取れなかったやばい、星が取れなかった。ちょっと手こずっちゃった、最初乗りこなすのに。うわー痛い、これは痛いな。ノーポイントですね、これは。のこれ痛いな。これはひょっとして自主を持ち越しになっちゃうパティーンじゃないか。うわあ、頑張って抑えて。わあ、またオーバルコースじゃないのか、これは。オーバルってか、ラップタイムを刻むコースなのかな。やばい。行こう。立ち上がりでこう。よし。もう、俺は勝負、直線しかないんだ。俺の勝負するところは直線しかないぜ。マジかよ。なに？で、え？おお。マジかよ。そういうことになっちゃうの？クソ、弾かれてでも。絶対ポンと拾っていくぞ、ここは。真剣ドライブ、真剣ドライブ、真剣ドライブ、結構真剣ドライブですよ、ほら。おー、詰まるな。抜けない。よっしゃ、いけ、いけ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 。加速はお前が上だ。よし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 、逃げろ逃げろ。ここは走ったことがあるんだな。ああるね、これ乗ったことありますね。忘れてるだけだ、俺が乗り方を。前乗ったことあるな、しかも同じコースで。忘れちゃってるな、完璧に。どうした？スピンしたか？え？なにその加速？その加速なに？その加速は何？ちょっと待って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 。なんで出ちゃうの？マップを見てる余裕がない。マップ見てる余裕がない。なんか俺レジェンドを戦っていく、いける自信が全然ないんですけど。
そう、すっぽんみたいに来やがるな。さあどうだ、38、39、40、40、よし、おつけいおつけい、いいんじゃない、いいんじゃない、危ねえ、危なすげえ乱れた姿勢、危ない、危険だなこの車、この車本当に危ない、すげえ滑る、ちゃんとね前にこう行ってくれるときはねいいんですけど、ちゃんと前にこうトラクションがかかんないときだよね、横に逃げちゃうときが、まあどの車でも一緒なんだけど、非常にその後の操作というかカウンターの当て代が全然わかんない。まあでも一応これでさっきのそれに戻したかな。いやこれはきつかったなこれはきつかったなさあてと今まあポイントランキングとか見るの忘れてたいや次もでも次も多分2つ持っていかないと最終戦がきついんじゃないかな。これはあひゃー、またこれはラップタイム系だね、好きだね、レディーゴー。ほんともうこの直線でしか勝負するところがない、ごぼう抜きだね、ごぼう抜き、危ない、来た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 、後ろ来てるね、怖い、どうなんだろう、合ってんのかなこの攻め方、おっしゃ、欲しい1個ゲット、カートみてえだな本当に、あぶない、ケツが出る、すんごいケツが出る、トラクション命、トラクション命、4周長い、
トラクション犬来たぜ。一応フェイスオフも頑張って取っていこうかなという努力をぜひご覧ください。来たな、来やがったな。タイヤが足りなくて本当によかった。これ絶対タイヤが足りる走り方してるだろう俺。最終ラップがね、これは緊張するよ。これはよっしゃー、踏んでいける。よし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 、いいぞいいぞ。さあそしてお結構結構取ってるね、38ポイントか。え？ん？あ、そうかそうかそうか、もう3ラウンド終わったんだ。ああ、よかった。2つ落としたね、最初の。おお、すごい乗ってる。おお、いいんじゃない、いいんじゃない？いや、緊張した。これは緊張した。はい。ということで、いやー、プロフェッショナルトロフィー、無事取ることができました。そして、いよいよ、皆さんお待ちかねのレジェンド、ツアーレジェンドに突入します。次回からは、この2つじゃがた3つをやっていきたいと思いますんで、どうぞ、また、またってなんだ、ぜひぜひご覧ください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。吉田美。